マルコ・アメリアは、イタリア・ラツィオ州、フラスカーティ出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。名字は、アメリアとも表記される。AS ローマのユース出身。2000年にトップ昇格を果たすが、フランチェスコ・アントニオリーの前に、出番はなく、2001年に、AS リボルのカルチョに、レンタル移籍。この年は1試合しか出場できなかったものの、 シーズン終了後に完全移籍した。2002から03シーズンはレギュラーをつかみ35試合に出場した。その後 US レッチェ、パルマ FC へのレンタル移籍を経て2004年に復帰。復帰後は、政 g k に定着し、ビッグクラブからも注目を集めるようになる。2008年6月5日、リボルノのセレビー降格に伴い、パレルモへ移籍。パレルモでも、 政治系として活躍した。2009年8月5日、ルビーニョとのトレードで、ジェノア CFC へ移籍した。ジェノアでも引き続き政治系を務めた。2010年6月23日、ジーダが対談した AC ミランに、レンタル移籍した。ジーダがつけていた背番号1を与えられ、当初は、レギュラー候補と目されていたが、クリスティアン・ア・ッピアーティが予想以上の高パフォーマンスを、 疲労したため、ローマ時代以来となる控えに甘んじた。ミランは7期ぶりにスクデットを獲得したものの、出場は4試合にとどまり試合でも、失点を重ね低調な出来に終始した。2011年6月14日、ミランへ完全一席。2013から14シーズン終了後に、ミランを退団。2014年10月、イタリア6部のロッカプリオーラへ、選手権役員として加入。 2015年10月、聖 GK のティボクルツワが負傷した、チェルシー FC に加入。2017年2月27日、セリエ B のビチェンツァカルチョに6ヶ月の契約で加入した。イタリア代表としては、U-15 代表から各世代で選出されている。U-21 代表を経て、2005年11月16日に、 行われた、親善試合のコートジボワール戦で、フル代表デビューした。ワールドカップ、ドイツ大会では、出場機会こそなかったものの、優勝メンバーの一人となった。その後、ユーロ2008では、予選から本大会に至るまで、ジャンルイジブフォンに次ぐ、第2次 k を務めた。しかしフィファコンフェデレーションズカップ2 0 0以降は、代表から遠ざかるようになり、二千十年の、 南アフリカ W 杯のメンバーに落選。それ以降は、サルバトーレシリグ等の台頭もあってさらに厳しい立場となっている。判断力と反射神経は目を見張るものがあるが、ディフェンダーとの連携やポジショニングセンスに課題は残る。また精神面の弱さを露呈する影響もあり、FIFA コンフェデレーションズカップ2009以降は、代表から遠ざかる結果となっている。 ありがとうございます。